では今日はもやもや解消コーチ養成スクールのあやこさんと2人でラインアットの読者さんにいただいた質問について答えていきたいと思います。あやこさんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあまず、質問を読みますね。はい。2、3日前から登録させていただいてメルマガを読んでいます。ありがとうございます。少し質問なんですが、心と行動を同じにするのところで、今何がしたいか自分に聞いてみるんですけど、よくわからないというか、これという答えが出ないというか、どんな時に聞いたりしたらいいのか、どんな感じでわかるのか教えてください、ということですね。じゃあ、心の声を聞きまくってるあやこさんは、どんな時に聞いてますか？いや、もう本当に一瞬一瞬ですね。もうその度その度、気づいたら聞く、気づいたら聞くってい気うづいか。たら聞くですね。もう癖みたいに。私のおすすめは自分にちゃん付けで呼ぶ。もうすんごい優しい彼氏みたいに。素敵。ルンちゃん今何したい？今どうしたい？本当はどうしたいの？で、まあ聞けば答えは出てくるんですけどね、私の場合はね。出てこない時ってありますか？あやこさん。私は最初出にくかったですね。で、なんで出にくかったのかなって分析してみたんですけど、やっぱりここの声を長い間無視してしまってたから、なんか、すごい簡単なことだったら答えてくれるんですよね。何食べたいとか、じゃあカレーが食べたいって言ったら、そういうぐらいだって出てくるんだけど、ちょっと複雑っていうか、なんか、例えば食べに行きたいんだけど、でも、もやもやっていう時は、ちょっと聞きにくいなって思った時もありました。ああ、なるほどですね。じゃあ、そういう時はどうしましたか？そして言う時は、もう、何日ももやもやと向き合って、本当はどうしたい？本当はどうしたい？っていうふうに聞いて、で、私はよく紙にもう書いてますね、いっぱい。自分のああ、頭いいのです中を。ね。それでやっぱ何日かすると、やっぱりこうしたいとか、やっぱ意図を投げかけているので、本当はどうしたい？っていう答えが返ってきそうですね。じゃあ、私のおすすめは、まあ、心の声を、まあ、気づいた時に今どうしたいとか今何したい、今どの道通りたいとか今どの電車乗りたいとか、何でもいいんですけど聞いて、まあ、それで自分が選ぶっていうのを、まあ、気づいた時ずっとやってると、まあ、自分が好きなことを選んでるっていう状態になるから心が満たされるんだけど、まあ、たまに。自分にどうしたいって聞くけど分かんない時は一旦、まあ、脳の自動検索機能って私は言ってるんですけど、で、インターネットで知りたいことをワードを Google に入れるみたいに、まあ、脳の自動検索機能に入れて「私はどうしたいんだろう」みたいな。で入れて、とりあえず今自分を自動的にご機嫌にしてくれることに。ご機嫌にしてもらって、で、まあ、メッセージが降ってくるのを待つっていう感じなんですけど、それはなんかこうね、自分を自動的にご機嫌にしてくれるものっていうのが、それも意識してないと結構分かんなかったりすると思うんで、そこね、ですね。なんか自分で無理やりこうテンション高くしようとするとしんどいし。あやこさんはじゃあ例えば、その自分を自動的にご機嫌にしてくれることって何ですか？私はもう美味しいものを食べるとか、あと音楽を聴いて散歩するっていうのがやっぱり一番やりやすいっていうか、日常的にやります。好きでいつもやってます。そうですね。私結構なんかその自動的に自分をご機嫌にするっていうのが、
結構ありがとう大会が結構お気に入りで、それをやっいいてですますね。ね。もうあまりにモヤモヤしてる時は、もう寝る前とかに、まあ、これを知りたいから宇宙さんを分かりやすく教えてくださいって言った後、まあ、ありがとう大会をして、まあ、ご機嫌になったところで寝ると、その次の朝にこうふわっと何かに気づいたりとか、何かの情報が入ったりとか、そういうことがすごく多いですね。夜やりますね。ねえ、なんか便利ですよね。便利ですね。なんかその自分を、まあ、ご機嫌にしとくっていうのは、ご機嫌じゃない自分がダメっていうわけじゃないんですけど、まあ、ご機嫌にしてた方が、こう宇宙からのメッセージとか来た時にキャッチしやすい、気づきやすいっていうことですね。本当そう思いますね。なんかモヤモヤ、私すごいね、モヤモヤ大将みたいな、モヤモヤする時にモヤモヤにもばっやかもやり大将っていう言葉を初めて聞いたけど もやもや大将。モヤモヤ大将で、モヤモヤしてる時なんかうまくご機嫌を取れなかったんですよ。なんだろう、モヤモヤを早く解消したいから、もうずっと考えちゃって。でもそうすると結構負のループに陥るなっていうふうに感じて、最近それだったらもう本当に宇宙さんに教えてっていうふうに投げかけてやった方が効率がいいというか、そう、自分も気分がいいし、気分が良くなったらポッとなんかお答えが来るから、本当それはおすすめですよね。ですね。でもまあ私もそうは言っても、なんか自分のご機嫌取れない時もあるんですよね。で、そういう時も、もうとにかくいつでもですけど自分を責めない、そういうモヤモヤしてる自分を責めない、あ、今はもうモヤモヤしときたいんやなって、こう自分のめっち中ゃに大切ですね。もう一人の本当に彼氏がいる感じで、あ、今モヤモヤしてたんやなって、もうちょっわとかる。浸っといても別にいいよっていう感じで、自分で自分に OK をしてあげる。そうしたら、もうこう無理やりポジティブにならなきゃとかだと、やっぱりモヤモヤどんどん大きくなってくるけど、あ、なんかこの自分がこう大好きなことをとことんやって生きるの、その大好きなことが今モヤモヤなんだみたいな、モヤモヤ自分でこう選んでんだなって、これはやりたいことだからまあいいかみたいな感じでモヤモヤするっていうのはたまにありますね。わかります。私も本当に2、3日前それでしたね。もう今日はもう何日か続いてて、まだ解消できないからちょっとと思って、もう今日はとことんやってやるみたいな、とことんモヤモヤ対象になってやると思って、一日家にこもってやったら次の日すっきりしましたね。ねえ、それはでも大事ですよね。そうですね、そ本当に。の味わい切るっていうのすごい大事だと思う。だから見ないようにするっていうのより、まあ私はいいかなと思って、とことんモヤモヤしますね、私も結構。で、どうしようもなくなったら、やっぱり人に話を聞いてもらう。まあ、確かに。この間もスピリチュアルセラピストのアキさんに、まあ、話聞いてもらったりとかして。そうですね。そしたら結構すぐに、あ、そうだったみたいそうそう、な対処しますよね。自分の言葉にびっくりするんですよね。あ、私こんなこと考えてたのみたいな 一人で考えてる時にはちょっと言葉がこう、ぐちゃぐちゃになってたりするけど、人と喋るとちゃんと言葉として出てきたりするから、なんかね、誰かと喋ったり、まあ、ノートに書いたりするのはすごくおすすめだと思います。ね、この質問者さん、これでわかるだろうか。分かりやすいと思う。分かるのか。私たち自画自賛 本当ですよね、すいません。いやいや、でもね、あ、出てこなくなってきた。あ、心と行動を同じにするのところで、だから心と行動を一致させるっていうのが、まあ、ちょっと難しいって思っちゃってるってことですね。なんかこのね、その
この間ね、あやこさんとも話してたんやけど、その心の声っていうのが、自分のこう心からの欲の時と、こう宇宙からのメッセージみたいな、なんとなくそう思うとか、そういうこと言われてる気がするとか、そういうワードをよく見るみたいな、そういうこう心の声両方あるよねっていう話をねしてたんですよね。だから今なんとなくそう思うっていうのを、まあ大事にして、それを行動で、まあ叶えたらどんなことが起きるのかなって、ちょっとゲーム感覚でやってもらえると楽しいかなと思います。そうですね。やっぱりちょっと動いてみないとわからないことがいっぱいあるなって思いますね。なんか例えば私の場合だったら、好きなことをしたいんだけど勇気がなかったんですよね、前は。勇気がないっていうか、例えばその習い事でも、そのウォーキングだったりサルサダンスやる前にやってみたいんだけど、やっぱり初めてのところで怖いし、でも気になる、ずっと気になる、ずっとなんか行ったらいいって言われてる気がしてるんだけど、行動しないとやっぱり叶えられないから、ずっと何ヶ月か放っておいたんですけど、やっぱりずっと気になるから行動して叶えたらやっぱり楽しかったっていう。大事ですね。そうなんか、まあ、どんだけモヤモヤ解消しても、結局最後ちょっと行動する勇気っていうのは必要だと思いそうます。ですね、本当に。そこが本当ね、も結局行動するまでずっとモヤモヤするしね。そうなんですよね。やったら、なんだ、合わなかったってなる結果でもいいし、なんだ、楽しかった、また続けようでもいいし、なんかまたもう一段階進みますもんね、何段階そうも。ですね、そうですね。です。やっぱ行動は大切ですね。大切ですね。じゃあ、まあ心と行動を一致させるとミラクルが起こる。ぜひやってみてください。そして、ちゃんづけで今何したいって心に聞いてあげてください。で、ちょっとしたこう答えも見逃さず、聞き逃さず、心からの声を、それをまあやろうと思った時に、もしモヤモヤさんが来たら、それをまあ解消して、ぜひ行動で叶えてあげてください。じゃあ勝手に締めましたが、あやこさん、なんか最後に伝えたいことありますか？伝えたいこと、そうですね、やっぱり細かく本当にちっちゃい望みから聞いてあげるっていうのがいいかなと思うんで、本当にルーさんが言ってたみたいに、ちゃんづけで、私もね、あやちゃん何やりたいってもう細かく聞いてあげるから、本当些細なことを叶えてあげたらやっぱり心の声が聞こえるようになると思うので。本当ですね。だってあやこさん、心の声聞いてたら、この間ね、関東から関西まで、どのぐらいの日数で3往復したんでしたっけ？いやもう、1ヶねえ、もう月？2 1ヶ月？週もう間、2週いや、間？いや、2、3週、2週間ぐ毎週来てたらいですよ。毎週来てましたよ。新幹線6回乗っちゃいました。そもう、れはすご最いよ高ね。新記録ですね。そうなるんですよね。なっちゃいますね、やっぱり。叶えたい行動でっていう欲が収まらなくなるようになっちゃったんですね。どうでしたか？その心の声に従って、まあ、関西に3回、2週間のうち3回来て、どうでした？心と行動一致させた後、どうでした？いや、ミラクルが起こりすぎて、もうなんか仕組まれてたんじゃないかっていうぐらい、うまいこと進むというか、なんかね、会いたい人に会えたりとか、なんか時間通りになんかスムーズに物事が進んだりとか、なんかもうちょっと説明できないような説明してく現ださ実い、それが。を。説明しますか？ 説明してください。例えば。なんか、なんかその宇宙さんから、
なんか京都京都っていうのをう言われて、なんか気になるなっていうのがん続いてて、でうも1週間前に行ったから、ちょっとまだ行きたくないっていうか、うん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 う
金もかかるし、うんうん、来週その次の週にまた関西に行くから、うんうん、その時でもいいじゃないって思ったんですけど、うんうんうん、そしたらその日に、うん、同じコーチ仲間の2人が電話をかけてきてくれて、うんうん、一緒にコーチやろうっていう風に、うんうん、電話かかってきて、でもう一人は友達から、うん、同じ日に3人にも電話がかかってくるなんてないんですよね、普通、うんうん、今までなかったから、うんうんうん、でそれで話せたらだんだんそのも私のモヤモヤも解消されちゃって、うんうんうん、で本当に本当にどうしたいって言われて、うん、お金も時間も何でも自由だったら何がやりたいって言われたら、うんうんうん、関西行きたいってなって、それでじゃあもう行ってみよう、とりあえず、うん、行ってみてから、うん、なんかちょっとこのミラクルを楽しんでみたいなっていう、何が起こるのか、そっちに欲がいって、で行ってみたら、うん、もうせっかくだしその2人のコーチは関西に住んでたので、うんうん、で一緒にインスタライブさせてもらって、うんうん、でやっぱり対談っていうかこういう風にみんなで、うん、ライブするのっていうの楽しいなっていう発見もあったし、うん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 、あとその2人のもうなんかいろんな気づきがあったみたいで、うん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 、なんかそれも、うん、そうですね、で、まあ、ルーンさんとも、うん、あと他の2人のコーチともなんかいろんな人に会えたし、うんうんうん、本当やね、本当にちょうど私もインスタライブしてたから、うん、本当で、そうそう、ルーンさんのその竹、うん、竹ジクリン、うんうん、ジクリンもインスタで、あ、いいな、素敵、見てみたいって思ってたんですよ、うん、そしたら、うん、そこでライブやるって言ってて、うんうんうん、そう、なんかすごいね。でしかもなんかその時あれね、あやこさんがなんか、ね、京都の物件見に来るって言って、うんうん、そう、うんうんうん、そこに来るって言ってた人が私と知り合いだった。そこの、まあ、そこの、そのシェアハウスのプロデュースをした人が私の知り合いだったっていう、うんうん、まあいろいろミラクルが、それもミラクルです、ミラクルとシンクロとすごかったですね、うんうん、そう、そこもすごい物件もよくって人もよくって、うん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 、次の日にお寿司パーティーに呼んでくれて、あ、そうですよ、すごい、すごい楽しい旅ができましたね。あ、よかったです。うん、本当ミラクルすごいよね。すごいね、なんかもうこれかみたいな、うんうん、そう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 、それをまあみんなに楽しんでほしいから、ね、本当ですね、心と行動一致させるとミラクルが起こる、うんうん、みんなにお勧めしております、はい、はい。これはもうちょっと本当に経験した人じゃないと、うん、本当ですね、この面白さは分かんないと思うから、うん、心の声を叶えてみてほしいなと思います。ぜひぜひぜひ、はい、では、あやこさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。